クイズです、はい、元プロ野球選手の斎藤和巳投手、はいはい、00年代にホークスのエースとして活躍した投手ですね、うんうん、覚えてます覚えてます。この方は2008年の肩の手術以来リハビリ生活を余儀なくさせられて高額の年俸をもらっていたにもかかわらず試合であまり活躍できなくなりました、はい、その結果ネット民につけられた心ないあだ名とは何でしょう。なんか何言っても俺失う気がするな確かにさんあんまりそこ想定せず持ってきたけど水野さんのリスクでかいかもしかして、うん、何言っても俺マイナスにしかならんな大丈夫です。ネットみんな言いそうなことを水野さんが予想してるだけ、ああそっかそっか、うん、大丈夫です。いやダメ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 全部無理やじゃあ水野さんだったらどう呼びますか。いやだからそれが浮かんできちゃってるから言えない言えない、この正解黙秘監黙ああなるほど、交流延長手続きしといてあと10日間心ないな耳打ちで答え言われたけど心ないなだから言いたくなかったんだよ。そうですね、水野さん失うものがあるんでやめてみましょうやめてください。まあ、いずれにせよそういうようなことを言われますよね、その心ないあだ名ってね、はい、でもねちょっと違うんですよこれね。正解はねプロブロガーですそうなん、なんでかっていうとあのリハビリ中なのにあのリハビリと特に関係ないブログをめちゃくちゃ更新していてあいつリハビリじゃなくてブログ書いて年俸もらってるぞっていうことで、なるほどプロブロガーって呼ばれ始めましたね。俺も最初のクイズ当てようないやん俺の印象下げようとしてたなお前マジでやめろよ、クソバレたかマジでやめろよ、黙秘します交流10等とか延長手続きしといて。まあ、ということでちょっと斎藤和巳選手はね、はい、心ないあだ名をつけられてしまったんですけど、まあ、ちょっとびっくりしたのがね月60記事更新してたらしくて、そりゃあだ名つくわ、1日2本すごい、あいつめちゃくちゃブログ更新してるなって言われたらしいですね。でもさ、うん、あのぐらいの時期って、うん、芸能人の方がアメブロとか、はいはいはい、めちゃめちゃやってましたよね。そう僕ねよく覚えてんだけど小学5、6年生の時に真鍋かおりさんがブログの女王って呼ばれ始めて、はいはい、もうあの時期にねブログ大ブーム、うん、第一次ブログブームだったんじゃないかなあの頃が。だから今で言うタレントさんがツイッターやるみたいな感覚ですよね、みたいな感じですね。そのメディア露出とは別の形で自分を表現するっていう、割とそんなに事務所にもうるさいこと言われずに気楽にいろいろ書けるなみたいなことでブログブームがね第一次って言ってんじゃないかな。あったあった懐かしいね。まあ今だとあんま見ないですねタレントさんのブログっていうね、最近あんまりあんま見ないよね、やってないっすよね。そうだから今日ちょっとテーマとして喋りたいのがさ、プロブロガーとは何だったのかっていう話を喋りたくて。That's so simple じゃないのえ、なんすか、どうシンプルなんすか。ブログの収益だけで生活できている人、うん、食っている人っていうね、はい、いやそうなんだけどさ、うん、それ仮にそれが本当に家業として成立するんだったらさ、なぜ今いなくなったんだ。あーなるほどね。それが本当にいい仕事なんだとしたら今もあってしかるべきじゃない。あーでもまあだからプラットフォームがツイッターとかになっただけじゃないのっていう。ああいいっすね、それもまあ一つの答えなんだけど、もうちょい深掘りできるなと思って、僕結論として用意してるのはプロブロガーって構造的にそもそも問題があったんじゃないか。ほう、これ構造的にありえない仕事が得意点として一瞬だけ成立していたんじゃないかはと思ったので、ちょっと面白い切り口ですね。ちょっと今日その話したいな、はい、前提から喋りますと、はい、2012年あたり、うん、僕が大学に入学したの2012年なんですけど、はい、あの頃にプロブロガーっていう言葉が流行ったんですよ。へえ、僕14入学だから高1高2そんなもん、うん、高1ぐらいじゃん。だから全然仕事のことなんて考えてもないから俺聞いたことないですね、うん、観測してないわ。あの頃に流行ってたんですよね、はい、まあ、誰とは言わないですけど、まだなんか東京で消耗してるんですかみたいな、はははは、社員辞めた方がいいんじゃないですかみたいなこと言う人がすごくね話題になったりしましたね。はいはいはい、高知県とかにいらっしゃるんですねそうですね、高知県への移住なんかをね進めてたり進めてなかったりした気がしますけど、はいはい、まあ、そういう方とかがかなりブームを牽引して、うんうん、イメージはあるよ。ウゴのタケノコのように出てきてたんですよ、はい、僕の年なんかひどくて新卒でプロブロガーになりますって言ってるやつ6人ぐらいいましていたんですよ。え、僕の年ってのは どの単位で、僕が卒業した年2016年とかに、どのコミュニティの中での話ですか。あ、そのブロガー界隈で、あ、ブロガー界隈か、新卒で就職しないですみたいなこと言ってるやつ6人ぐらいいてね、はい、結構派手だなと思いましたね、うん、まあ、そのうちの1人僕ですけどね、うん、驚くほど食っていけなかったですけどね驚くほど驚くほど食えなかったですね。マイナス70万マイナス70万でしたから年間が ね、まあ、ね、そんなんね不思議ですよ ね、 ですよね。それでなんで生きてたのかよくわかんないですけど、プロブロガーって言ってた人たちがあんだけ一時期いたのに、はい、全員今いなくなったんで、うんうん、これどこ行ったんだろうっていう疑問に答えたいっていう回になります、うん、まあ、だから言うたらプロブロガーはどこから来たのか、プロブロガーは何者か、プロブロガーはどこへ行くのか、ゴーギャンやそれ行ったのか、うん、っていうのをやりたいですね。ゴーギャン的な感じで、はい、タヒチ島で喋る気持ちで喋っていきたいと思いますいや、あの池袋で喋ってくださいでまずね、プロブロガーはどこから来たのかっていう話なんですけど、はい、まず前回の復習でブロガーとアフィリエーターの違い、うん、イメージとしてどう違うって言いましたっけ。まあ、表に出るね、
だから作家性みたいなのとかを出してるのがまあブロガーで、もっと工業的に記事を作ってるのがアフィリエイターっていう整理でしたかね。って言ったんですけど、まあ、とはいえこれグラデーションですとも言いまして、うんうん、ブロガーも SEO をめっちゃ気にするんですよ。自分の記事検索した時に上に来るかなみたいなめっちゃ気にするし、アフィリエイターもまあたまには個性出し目の記事書くこともあるから、はい、まあ、この2つってグラデーションなんですよね。ただやっぱり収入源は両方ともアフィリエイト、広告の成果報酬であるっていう話をしました、はい、自分のリンクから物を買われたらお金もらえます。たださ、ここに不自然さがあってさ、個性を出したいのがブロガーなんでしょ、はい、個性出したいんだったらさ YouTuber とかになった方が良くない？あー、なるほど。そっちの方が個性出るじゃないですか。え、そうですか。顔面もめっちゃ出るしさ。あー、なるほどね。明らかにその人が喋ってるな感あってさ、頑張って文章で個性出すより楽じゃない？そうですね、手間で言ったら楽でしょうね。なんかでもさ、喋、うん、りは苦手なんだけど文章で表現したいことがある人っているじゃないですか、うん、おっしゃる通りですね。文章に自分の癖とか個性が出る人もいるわけだから、うん、そうですね、ブロガーの方はそういうその様々な選択肢の中から自分は文章で表現したいんだと思ったからブロガーになったんですよね、うん、違います。これがね、違います。え、イメージと乖離しているなと思ったので今日声を大にして言いたいんですけど、はい、文章を書きたいからブログを選ぼうってなったわけじゃないっていうのがプロブロガーの不思議さだなって思います、ね、何をしたいんですか。じゃあこれ目立ちたいんですよ。はい、個性を出して目立ちたいんですよ、うん、っていうのが一番にあって、はい、そこから選べる選択肢が当時ブログしかなかった。YouTube もまだそんなに YouTuber っていう単語もなかったか。ないな、全然ないな。あの YouTuber っていう言葉はね、僕大学入った頃からやっとその使われ始めて、はい、2012年あたりからようやく一般人もみんな口にし始めて。じゃあヒカキンさんとかはもうすでに、ちょっとその頃にトップ YouTuber として、そうですよね、ヒカキンさんは活躍されてたんですけど、まあ基本的には食えないでしょそんなものと。あの頃だからあれか、マックス村井さんとか、うん、大地さんとか、そうですね、マスオさんとか、なんか黎明期でしたよね。そうですよね、はいはい、懐かしい。懐かしい。だから全然そのまともな商売としては認められてなくて、そんなことやっても食えないだろうと言われてた時期なんですよね、うんうん、に経済性がなんかなさそうだということで、食っていこうと思ったらプロブロガーになるっていう時代だったと思うんですよ、うんうん、そうかそうか。これあのかなり決めつけで喋ってる試験なんですけど、まあ、暴走もそこそこあって、プロブロガーって言われてた人たち YouTuber ブームになった瞬間ブログ書かなくなってみんな YouTuber になったんですよ。ああ、なるほど。みんな YouTube、 今は YouTube だって言って注力し始めたから、結局やっぱね、僕の見立てもそんなに外してないんじゃないかなと思いますね。儲けたいでもなくて目立ちたいなんですよね。そうです、目立ってそれで生計を立てたい、はいはい、だから個性を出すことによって生計を立てるっていう手段を探していた。なるほど。そしてそれが当時は YouTube もなかったし、すごい路惑的な他のプラットフォームがなかったのでブロガーになっていたんじゃないかなという試験でございます。はい先生、はい、ノートは割とマネタイズしやすい。素晴らしい、おっしゃる通りで、だからノートが勃興した後は、はい、ノートに行ったイメージがあって、ノーターノーター、はいはい、あんまその言葉聞いたことないけどあのまさに最初に水野さんが言った素朴な直感としてのプロブロガー、はい、つまり文を書いて俺はいい個性を出せるからそれで食っていくんじゃいみたいな人たちって今全員ノートに生息してる気がする、うんうんうん、という感じなんだけど、当時はやっぱノートなかった、なかったっていうか、はいはい、あったけどあんまりでかいプラットフォームになってなかったので、こんな猫もしゃくしも書いてる状態じゃないからノートは選ばれなかったわけですね。ノートの人って確かにノートで売れた人は、うん、ノーターとかじゃなくて作家っていうもんね。なりますね。岸田奈美さんとかそうだよね。そうね、うん、完全にシンクロしてて怖かったけどノート出身でね、ノートといえばですからね、もう岸田奈美さんのイメージだからな。そうだから、まあ作家って感じになるよね。ブロガー感ないよね、ノーター感もないし、うんうん、まあ、いずれにせよだからこの時代、特殊な時代だよね。承認欲求満たしたい、うん、個性出したい、そしてそれで食っていきたいって思った結果、真っ先に手が届くのがプロブロガーだったので、みんななっていた時代、はい、っていうのが奇跡的に2010年代初頭に成立していたから、うんうん、あのプロブロガー右後のタケノコ現象が発生したんじゃないかなと思います。なるほど、ね、いい時期に東京の大学にいましたね。そうだね、これだから僕やっぱさ、うん、自意識がとんでもないことになっていたからさはいはい、はい、あの中にいられたのちょっと面白い、貴重な経験でしたね。本当ですよ、愛知にないですよそんなに。そうだよね、うん、ブロガー界隈みたいなのねないもんね。もちろんブログをやってた人いて、うん、まあ、やっぱ我々の身近にいたのは、その例えばおもころみたいなことをしようとするみたいなね、はいはい、とかデイリーポータル Z っぽいことをするとか、うん、いっぱいいますね、っていう人はちょびっとだけいたけど、でもほとんどやっぱいなかった、うん、そうなんですよ、ですね。だからみんな東京に集まってくるから、もう東京のブロガー飲み会の量たるやすごかったですよ、うん、毎日のように行われてました。すごいね。それこそ名古屋から来てるおじさんとかいたよ。
おじさん、しょっちゅう名古屋から来るブロガーのおじさんとかいましたね。大学生じゃないんだね、それは。そう、おじさんがよく遊びに来て、この人すごい頻度で東京来るなって思った記憶がありますね。はいはい。まあ、この得意点が終わったらみんな YouTube とか他のプラットフォームに移動していったんで、うん、僕はその様子を見て民族大移動だなって思いました。確かにね。やっぱり他のところが栄えてみんなそっちに行くっていうね、うんうん、牧草食い尽くしたから次の街行くみたいな感じだなって思いましたね。なるほどね。ちなみに多分僕一遍も行ったことないですけど、はいはい、大学生の頃ブログ書いたことあります。え、あ、そうなの？はい、あります。え、じゃあブロガーじゃん。いいね。飲み会来ないとちゃんと。あんなにやってたんだから、ブロガー飲み会。もう今はね、多分消しちゃう。ブロフェス来たわ、ちゃんと。ブロフェス？ブロフェス、ブロガーズフェスティバル、ちゃんと来た。何すか、それ。え、ブロパワ？ブロガーズビギナーズパーティーは。何何何何、え、そんな来てないの、ちゃんと。来ないと。一遍。俺全部行ってましたよ、2016年は、ちゃんと。すべての集まりには顔出してましたよ。横の交流はなかったっすね。じゃあ、ダメだな。だから僕の友達と一緒に始めたんで、うん、そいつと一緒に記事を書いてはいたけど、はいはい、別に外の人からそんなに読まれるとかもなかった。なんか一回だけちょっとこう跳ねた記事あったんですけど、一回ね、多分ね、数万 PV みたいな。じゃあ、数万、数十万、ちょっと忘れちゃったけど。バズったことある人じゃないですか。そうですね。へぇー。っていうことありましたけど。それでもう承認欲求が満たされまくって、もうひたすらブログ書く人にならなかったんですね。全然。もう一度あの興奮をってならなかったんですね。書くのめんどくさい。やっぱね、水野さんはね、承認欲求が満たされてたんでしょうね、当時からね。そうですね。足りてたんでしょうね。あ、そう、だから別にブログやらなくてもよかったから。もうね、承認欲求大変な人は一度バズってしまうと、はい、もう一度あの興奮をってなって。なんとかバズろうとする人になるんですよ、大体。へぇ、一回バズっちゃうと。うこれね、死ぬほど見ましたね、僕はね。一度バズってしまったがゆえに、もうバズりそうなことを言うだけの装置になってしまう人が大量にいました。へぇ。そう、だから僕もね、その時に多分極端なこと言う癖がついたんですよね。うんうんうん、だから水野さん、そうならなかったの素晴らしいですね。僕、その時だからね、例えの技術はね、使った覚えが。ちょっとネットで受けるために、ね。まあ、結局、塾講師のね、なろうとしてたから、うん、その塾講師になりたいんだったら説明がうまいはずだっていう前提で、あ、だからそうだね、だからブログがそのうまくいった時に、まあ、塾講師になるんだったらこれぐらいできないとなって思ったっていうのもあるかもしれないですね、うん、なるほどなるほど。ちゃんとブログに自意識を持っていかれない人の考え方ですね。そりゃそうでしょ、ブログに自意識持ってかれてないやね。結構いたんですよね、やっぱ当時からね。ここで一つ余談なんですけど、はい、ブロガーとアフィリエーター、当時から結構交流ありつつ、アフィリエーターしか行かない飲み会とか、ブロガーしか行かない飲み会とかもあったりして、はい、たまに交錯する2つの集団みたいな感じだったんですよ。はいはい。なんですけど、どっちの集団の方が金を持っていたでしょうか？アフィリエーター。なぜですか？ブロガーはほら、経済合理性低いじゃん、ちょっとさ。だってどっちも収入がアフィリエイトなんだからさ、アフィリエイト記事をいっぱい書いてるから儲かんじゃないの？まあでもブロガーもほら、アフィリエイト記事自体は全部書いてもいいわけだから、自分で個性出しながら最終的にアフィリエイト貼ってもいいわけでしょ。ああ、そっかそっかそっか。アパレル大好きな僕が語るおすすめの帽子参戦とか書いてもいいわけでしょ。ああ、なるほどね。なんかブロガーも別に毎記事アフィリエイト記事書いてる人もいますよ。ああ、いやでもアフィリエイトの方がお金持ってそうだけどな、うん、だってゴールがはっきりしてるじゃん、うん、お金を得るっていう。合ってます。ブロガーの界隈にいるやつ、夢見がちなやつ多いから金感情があんまできないんですよ。じゃあさっきの経済合理性がないって間違えて言っちゃったやつ合ってんの？合ってます。めっちゃ合ってます。実例を出しますとですね、はいはい、僕なんですけど。はいはいはい。僕やっぱ一番ブログ書いてた時期、月32記事とか書いてるんですよ。すごい、毎日更新。やっぱね、プロになりたいですからね。1日2記事書いてる日なんかもあったりしてね、うんうん、なんですけど、やっぱ書いてるものが就職せずに僕はこんな道を歩むことにしましたぜみたいな、こう自分語り記事をね、はい、書いたりしてるわけですから、まず PV が全く伸びないわけですね。うんうん、興味がない、誰も。700回とかしか見られないわけですね。そう、仲間内なんですよね。そうっす、はい、仲間内が700回読んで、広告費がだから一記事書いて60円とかになるので、金がビビるほどないんですよ。金がビビるほどない。ビビるほどないんですよ。ただ厄介なのがさ、これやりたいことやってるぞみたいな感覚があるわけですね、うん、ですごい小さいながらもお金になってるわけです、それが、はい、だから俺はやりたいことやってお金になってるんだいっていう喜びがあるんで、やめないんですよ。待って待って、やりたいことをやってお金得てるんだいって言ってるけど、うん、いくら得てるんだ？60円です。こいつ面白すぎる。いやだからプロブロガーですよね。60円得てんだから、お金得てんだからプロっすよね。僕そのバズった記事とかも含めて、はいはい、アフィリエイトのやり方分かんなかったから、一つもアフィリエイトのそのリンク貼ってないし、あ、マチュア広告収益とかももらってないんだな。ハテブロだったんですよ。はいはいはい。ハテブロってあるよね。あのね、つけようと思えばつけられる。そうですよね。でもちょっと設定分かんなくてつけてなかったんですよ。ゼロ円だね。それってどうなんですか？アマチュアっす。アマチュア全然話にならない。あ、そうなんですか。僕プロですよ、うん、700回読まれて60円稼いでますから。プロです。
きちいこいつきちい、まあ、っていう時期がありましたね僕もね、はいはい、大学卒業したてぐらいの時かな。北海道でお父さんとお母さんに愛されて大事に育てられて、うん、そうそうそう、東京に出して、そうそうそう、東京でやった商売がプロブロガーですって言って60円ぐらい稼いでましたすごいなすごいわ、まあ、みたいなやつがいるんすよ、はい、ブロガー界隈に、うん、でそのせいで経済合理性で判断してないから、はい、全然金ないんですよねそのブロガー界隈にいるやつ、うん、一方アフィリエーターはさ承認欲求とかでやってないから、うん、自己実現でやってないからお金にならないとすぐ辞めるんですよ、はい、ってなると生存者バイアスで儲かってるやつだけが生き残る、うん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 、しバリバリに数字を見てちょっとずつ PDCA サイクル回すからお金になる可能性も高い、はい、なるほど、ということでアフィリエーターはね当時からお金を持ってましたね。うーん、で隣接領域に僕みたいなやつがいる結果何が起こるかっていうと僕が毎食アフィリエーターに飯をおごってもらうっていうえその時ってさアフィリエーターさんに飯をおごってもらう時の自意識ってさ、うん、要は食えない人間が食えてる人間に食わしてもらってる構図になってるわけじゃん。そうそう、でその惨めな気持ちになったりするの。いや俺が面白いから飯を奢ってもらえてるな素晴らしいなって思ってました。えそれアフィリエーターの人を見下すとかない、自意識として。あそのあいつらは商業的なものを作ってるだけで俺は本当に作りたい。あ、いやある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 。もうダメなやつどうしようもないよ。あるどうしようもないよ。あざーすごちそうですって言いながら内心ちょっといや俺やりたいことやってるからなこいつら SEO の奴隷だからなGoogle の奴隷だからなこいつらは。こいつやべえ。思いながら飯食わせてもらってました、ね。アホやなお前。渋谷にまたいっぱい住んでんだアフィリエーターが、うんうん。だからもう渋谷うろついてるんですけど誰か飯おごってくださいとか言うともう次々おごってくれるからありがたいなーって思ってましたね。でもそのおごりますよって言って声かけてくる複数の人のことを無個性の、うんうん。そうですね。Google の奴隷がって思ってました。腹立つなこのガキ。まあ、そんなわけでブロガーって奇妙な生き物なんですよ。はいはい。承認欲求は満たしたくて、うん、でネットで発信活動もしたい、うん、でも時代的にプラットフォームが未成熟で、はい、好きなことで生きていく的な世界にあんまりなってないっていう中で、うん、このベン図が揃った奇跡的な場所で生まれたのがプロブロガーっていう存在だと僕は思うんですね。時代が作った職業ですよね。そういうことですね。だからこれ YouTuber とかは抱えていない構造的な問題を抱えていて、ほう、そのせいでみんな苦しんでいたんじゃないかなって思ってるんですね。ほうほう。その構造的な問題とは何かというとですね、固定ファンがつけられない問題。へえ、そうなんだ。です。ブロガーさん？固定ファンがね、最もつきにくいんじゃないかなと僕は思ってて。ブログだと。ブログだと。へえ、そうなんだ。これさ、YouTuber ってさ、すごく固定ファンがつきやすいじゃないですか。はいはい。ゆるコンピューター科学ラジオも公開した日に少なくとも2万回は再生されるんですよ。うん、毎話毎話。で、これはもう固定客がみんな見てくれてるから、はい、その日に必ず見ますみたいな人がいっぱいいるんですよね。はい。何万人単位でいるからそんなことができてるんだけど、ブログがね、これにならないんですよ。へえ、そう。でもだって堀本さんの有料ノートとかさ、うん、だって常にさ、更新さ、月曜日に更新楽しみにしてる人いない？あれブログじゃなくてノートなんですよ。え、うん、ブログとノート何が一番違うかというとフォローボタンがある、はあはあ、ノートにはフォローボタンがあるから、あフォローした状態でノートを開くとなんとなくその人の記事が上がってくるから、はい、あ更新されてんじゃんって言って見に行く。あえノートとブログの違いそこがめちゃくちゃでかいと思う。でかいんやあれ。そうか。YouTube もチャンネル登録ボタンがあるでしょ。はいはい。Twitter もフォローボタンがあるでしょ。だプラットフォームの中にいるかどうかなのか。そう。ブログはプラットフォームがないんですよ。プラットフォームじゃない。ハテブロはあったよな。ハテブロはそう、読者登録っていう概念があって、ハテナブログはちゃんと読者登録できるんだけど、うん、あれもね、だから落とし穴で、ハテナユーザーじゃないと読者登録しない。そうですね。だから結局、ハテナブログのサイトを毎日見るみたいな人じゃなければ、そう。当然通知は逃しますよね。そうですね。アカウントも持ってない人が多いし。ってことになった結果、やっぱね、結局ね、ブログにフォローみたいな、気楽な固定読者になるっていうアクションが存在しないから、はいはい。そこでめちゃくちゃみんな苦しんでたんですよね。だしさ、誘客もむずない？そう、そのさ、ブログを知ってもらうためには、ツイッターとかから流さなきゃいけないわけで、ね。おっしゃる通りでございます。そう。よそのプラットフォームから引っ張ってくる。または、この後喋るんですけど、はい、SEO で引っ張ってくる。ああ。の二択になってしまって、はい、圧倒的に YouTuber より不利なんですよ。だからあんたさ、ゆる言語ラジオ始めるときさ、うん、ポッドキャストだけじゃなくて YouTube にも流そうっていう判断をしたわけ？そうですね。ポッドキャストもなかなかね、まあ、購読できるけど、ポッドキャストも。最近はね、まあ、盛り上がってるけれども。でもやっぱプラットフォームとしての流入が大きく見込めるものの方がいいなっていう判断は僕のブロガー時代のものですね。生きてるね、経験。生きてるね。意味あったのよ、だから60円稼いでたやつ。そうだよね、そうだね。本当そうだね。あの時代のこといろいろ意味あった。見聞が広まりましたね、いろいろね。だからね、ブログも一応あったのよ。読者になる的なアクションとして、はい、フィードリーとか聞いたことある？知らない、知らない。ほら聞いたこともないじゃん水野さん。え？何それ？フィードリーとかさ RSS フィードを購読みたいなものが、はい、それなんだって言われた時代があったのよ。
どれなんだ、あの固定読者として、はい、それフィードリーっていうサービスを使うとね、 RSS フィードっていうそのブログ記事の一覧みたいなものが吐き出されるページを自動でチェックしてくれて、はい、そのフィードリーを開くと更新情報が出てくるから、あ、プラットフォーム、疑似的なプラットフォームになるんだ。プラットフォーム的なものになるとして、フィードリーがあればいけるって言われてたんだけど、だからそれはでも全国民がフィードリーをインストールするっていう、みんながフィードリー使ってる前提だよねそれね、うん、まあ、使ってなかったんですけど、ね、誰もよっぽどオタクというかギークな人しか、俺も知らんかったもん、フィードリーも RSS フィード登録もしてないから、結局ね全然流行んなくて失敗したんですよね、うんうん、だから固定ファンがねプラットフォームじゃないとつかないっていうのが非常に深刻なブロガーに起きる問題だったわけですね。俺固定ファンがつかない理由、 YouTube の場合はなんか顔を見てるとか声を聞いてるみたいな、うん、そういう面が大きいかと思ったけど全然そこじゃねえんだ、うん、本質アクションがないっていうのがでかいと思う。面白いね、なるほど。これめちゃくちゃ試験を喋ってますけどね、はい、でもそれやっぱねみんな気にしてて、当時のブロガーたちの課題としてあったのが、記事を読み終わった後に何をさせるか、うんうん、その下、記事の一番下に何を置くかってなった時にみんな必死であの可能性あるものを全部貼ってたんですよ。 SNS とか Twitter とか、そう Facebook とか Instagram とか Feedly とかね、はいはい、置いといてなんとか それを登録してもらって固定客になってくれないかなっていうのをみんな一生懸命配置してましたね。うーん、でやっぱね効率悪いのよ、まあ、だってね全部のやつポチポチとしてフォローするなんて行動するのってよっぽどハマらないとだよね。そうなのよ、やっぱノート読んでる人はもう確実にノートのアカウント持ってるから気楽にフォローするっていうのに比べて一手間多い分かなり損してる印象がありましたね。で結局さ、じゃあツイッターフォローしてもらったらそれで解決なのかって言ったらそれもまた違ってさ、ツイッターで記事書いたよって言ってそれをタップさせなきゃいけないじゃん、はい、一手間多いよね。これもちょっと不利ですよね。一手間多い、ツイッターから離れさせなきゃいけない。あーそうかそうか、 YouTube はさ YouTube でも見るかって言って YouTube 開いてそのままシームレスに YouTube の動画見るけど、あーそこもツイッターの場合はさ、ツイッター見るかと思ってツイッター見てその中でさらにこいつのブログ読むかって思わせなきゃいけないっていう二段構えが必要だから、なるほど、プラットフォームをまたがなきゃいけないって損してるよね。損してんだ。損してますよね相当。だからこれがねブロガーたちの抱えていた構造的な問題だったんじゃないかなと、思ってまして。でも確かにネットフリックスとかさ、アベマ TV かとかもそうだけど、うん、面白い番組、オリジナルの独自配信の面白い番組を大量に配置するとようやくユーザーザッピングし始めると。そうだね。あ、だからポッドキャストもそうですよね。 Spotify とかは独占配信番組を一時期わーっと抱えてましたけど、うん、やりましたね。なんかあれでプラットフォーム内でユーザー回遊させるっていうアクションをさせないと、そう、そもそも新しい番組を見つけてくれないやってなるから、各プラットフォームがオリジナルのコンテンツを出そうと頑張るわけですもんね。そういうことですね。強いプラットフォームの中にいるってそんだけメリットがある、うん、逆に言うとそこからはみ出るってめちゃくちゃ不利なことがあるってことですね。なるほどね。固定ファンつけられない問題、はい、をクリアしなきゃいけないから代わりにみんな頑張って SEO に力を入れていたっていう印象があって。なるほど。でも堀本さんが書いてる村の記事とか、うん、だって検索ボリュームがさ、うん、ナイス、うん、ないよね。だから当時ブロガー界でよくノウハウとして言われてたのは、検索流入を狙う記事とか、そうじゃなくてもっとこうエモーショナルな部分出した記事とか分けてみたらいいかもねとか、 あとなんかまあ自分を前面に出した記事書くにしても SEO を多少意識してないよりマシみたいな、はい、検索ボリューム月100件あるかなみたいなやつを取りに行ったらいいんじゃないとか、うん、なんかそういうノウハウがいろいろ支えられてましたね。なるほどね。雑誌でもあるんですよね。なんかの本で読んでうろ覚えなんですけど、うん、あるその雑誌がファッション特集をやるんだけど、うん、なんかそれはまあ、もちろんファッション特集をやるっていう意味以上に、うん、その後はもうとにかく広告を取りまくるっていう、はあ、なるほど、こういう戦略で行って、他の別の特集の興味深いもので読者を引き寄せて、うん、広告の号も一緒に買ってもらおう、なるほど、購読のルーティンを作ればさ、はあはあ、それも買うわけだから、なんか客を取り込みやすい号とそうでない号が明確に分かれてるて、だから借り取る号と引き入れる号に分けてるみたいな話聞いたことありますね、はあ、なんか同じことしてるんだと思いますよ。そうだね、うん、一元さんをより強く集めるかどうか、そうそうそう、ってことで、まあ、ブロガーもそんな感じで、このファンつけづらいなりに、まあ、個性もなんとか出してファンもつけていこうぜ、でも SEO で人も誘客しようぜみたいな、非常にね相反する2つを同時にやろうっていう存在なんですよね、うんうん、はいはい、プロブロガー。その結果非常に中途半端になって、うん、わけわからないことになるっていうケースが多発しまして、ほうほう、わけわからないこと、具体的には、はい、ちょっとねこれあの事実出すと角が立つんで、匿名化とカモフラをして、はい、こんなようなことが起きてましたっていうことを言うんですけど、あの、はい、こういう事例僕死ぬほど観測したんですけど、はい、最初ね素直に個性爆発させたエモいいい記事を書く、うん、例えばですけどこんな感じ、新しいものから古いものへ
IT の世界を離れて大好きな古着で食っていくことにしました、うんうん、みたいなね退職記事、はい、良さそうじゃないこれ、はい、なんかエモそうですね、いわゆる退職エントリーってやつですね、退職エントリーってやつですね、はい、まあ、こういうエモそうな記事で、まあ、中身もいい、なんだけどこれさそこそこバズり始めるわけですよ、はい、いい記事書いたから、そこそこバズり始めると何が起こるかっていうと、これ売り上げには変えないとまずいなみたいになるわけですねファンをつきやすいプラットフォームだったらそれでいいわけよ、はい、YouTuber だったらよしバズってるもっとバズれもっとバズれって安心して見てられるんだけど、ブロガーはいかんせんだからファンになりづらいから、うん、なんかこれなんとか売り上げに変えた方がいいんじゃないかなっていう気持ちがこう入り始めるわけですね、はい、その結果何が起こるかというと、まず記事の中身が変わります。ほう、古着業界に転職することにしましたみたいなことを言った後に、うん、突然こうして古着業界に転職した僕ですが、そんな僕だからこそ断言できます、古着の買い取りなら A 社がお得、以下のリンクから情報を見てみてねになります、せっかくそのさ、完成したエモい読み味だった記事がさ、うん、もう台無しになるわけよ、うん、それが入ることによってなんか急に商売系がね、そう、うわ台無しだな、うん、まずこれでファンつかなくなりますよね、うんうん、だからそりゃそうだ、ただでさえつきづらかったファンがここでもゼロになるんですよね、はい、だから悲しいなとか思ってるんだけど、さらに醜悪なのがここにあの Google AdSense、はい、クリックされるとちょっとお金になるよみたいなやつも差し込まれるせいで、しかもこれ大体自動化してて最適化するんですよ、うん、Google が買って勝手にクリック率が最大になりそうな場所に挿入してください、はい、っていうスクリプトを大体みんな入れちゃうから、その結果何が起こるかというと、このエモい記事の中で一番感情をジャッキするところに広告が入るんですよなるほど、だから何が起こるかというと、会社を辞めようかなと悩んでいた時、尊敬していた上司に言われた一言がこちらです、え、私の年収低すぎ台無し台無しですよこれ、面白いね、だからもう視聴体験ぐちゃぐちゃになるわけですよ、うんうん、全然何の記事これみたいになって、全然面白くなくなってしまうと。で最終的にですね、タイトルも変わります、あの SEO を気にし始めて、うん、Google 検索から人入ってこなきゃいけないなってなった結果、古着業界への転職を成功させる方法違う記事、アパレルで月100万稼ぐならこれに決まりになります違う記事やんもう違う芸風やんってことで、見る影もなくなってしまう、もともといい記事だったのに見る影もなくなるっていう、なるほど、だから飲み込まれるんだね、そうっす、これだからどっちかだって最初これ決め切っておければいいんだけどね、これはファンをつけるための記事だから、うん、もう俺は一切 SEO も気にしないとか、一切広告収入気にしないとか思えてればいいんだけど、そんな人間ってデジタルで割り切れないじゃん、うん、だからそれに飲み込まれてもわけわからない、 SEO から売り上げを立てるのかファンをつけるのか、なんかどっちを狙ってるのか、何やってんのかわけわかんない記事書いてわけわかんないことになるっていう、ね、なるほど、死ぬほど見ましたこの事例。へえ、ちなみにこのタイトル変えるっていうのブロガーの悪癖で、はい、それバズった後に同じ記事なのにタイトル変えるってこと、タイトルだけ変えて SEO に強くするっていう、うわっていうのよく行われてて、はい、まあ、それ自体は勝手にやったらいいと思うんだけど、僕が外部メディアに寄稿した時にそこの担当者が僕のネタ記事に勝手にそれらしいタイトルをつけてたことがあって、はいはい、SEO に強くするために全然記事の内容と関係ないタイトルに変えてたことがあって、はいはい、あのやめてくださいって猛抗議したことがありますてかね、俺ね、そうだ思い出したはい、はい、その自分がその多く読まれた記事、はいはい、Google の検索上位に行ったんだよ。ああ、いいじゃん。そう、それで流入があったんですけど、はいはいはい、僕その SEO とかっていうの一切意識してないから、うん、普通につけたタイトルが結局読まれて、やるじゃん。で、それをその後直すこともせず、はいはいはい、まあ、ちょっと特定避けたいんであれですけどね、ニュースに関することだったんですよね。うん、ははは、で、ニュースに関することの、まあ、解説記事みたいなの書いてあるんですよ。うん、で、それで多分、まあ、検索ボリュームが当時あったから、うん、その伸びたってのがあったんですけど、あ、ニュース系は伸びますね、めちゃくちゃね。タイトルいじんなかったから、はいはいはい、だんだん下がってきたでしょ。もちろん、え、うん、それはそうでしょ。だから下がってきたら上げるんですよ、そのタイトルを書き換えてえ、俺アマチュアだからアマチュアだからってことこれ。あ、全然アフィリエーターになれてないです、プロになれてないです。あ、そうなんだ。これはね、もう SEO 意識してタイトルを常にコロコロ変えて、そうだったんですね、ちょっとずつ良くするっていうのね、やらないとダメですね。ちょっとやってなかったですね、それは。まあ、ということで僕はこれを記事が腐るって呼んでたんですけど、はいはい、手を入れまくってわけわからないものになってしまうっていうのがね、すげえ見られました当時。うーん、だからこれブロガーという職業の特異性だなと思って、はい、その何をやるのか明確でない、うん、ファンをつけるためのものを書くのか、なんか検索を意識して一元さんに物を売るのかみたいなのがはっきりしてなくて、うんうん、でしかもファンをつけるぞに振り切ることもできない、うん、それだけだと不利だから食っていけなくなるから、うん、そうだよね。でやった結果、わけわからないものを量産しちゃいがちな構造によって、このプロブロガーという職業は損してたんじゃないかなと。そもそも構造的に無理があったんじゃないかな、はあはあ、っていうのを、あの改めて今回 SEO の台本書きながら考えてたら思ったことですね。てか俺さ、うん、ブログでさ金稼いだことそういえばあったわ。あったの、うん、俺その、まあ、ブログやっててさ、うん、で最終的に俺それでクラウドファンディングしたんだよ。
ね。え、あ、そうなの、うん、え、意外で、それで、うん、旅費を稼ぎましたね。え、3万ぐらい稼いだね、それで。何、稼いだ。あれ、大学生が愛の大切さを広めるために日本一周したい、ヒッチハイク旅行に出たいみたいなやったの。ね、概ね合ってます、ね、合ってるんかい。ボケたつもりが合ってるんかい。ヒッチハイク旅行とかじゃなくて、あの、だからインプット奴隷合宿みたいなのを大学生の頃からやってたんですよ、はいはいはい、で卒業前だな、あれ4年生の頃に、まあ、ブログやってたからマネタイズ してみるかみたいな、うん、旅行の旅費稼げたらよかろうと思って、うん、でそのさ、大学生の時俺暇だからさ、本、うん、ざっくり多分1000冊ぐらい読んでたの、はいはい、だからめっちゃんだ、ね、あなたのニーズを言ってくれればいい本紹介しますよっていうリターンを用意して、いい、まあ、だから読書めちゃくちゃ大好きな文学部の学生があなたのぴったりの本を選書する代わりに旅費を出してくださいっていう形にして、うん、いい、みぞさんセンスありますね。やるねあんた。で、そしたらで俺1万円をゴールにしたんだけど、うん、結局それ3万円分ぐらい売れて、すげー、友達の分の旅費それで俺払って、俺より詳細あるじゃん。お前60円で終われよクラウドファンディング。失敗してくれよ。なんなら俺それ一人買ってくれた大人でしたよそれ、はいはい、に名古屋に来るからって言って、うん、まあ、面白い学生だから会いたいみたいなこと言われて、うん、その人に会って、その人に飯もその時おごってもらった。いいね、はい、だからすげえやってるね。そうだ、あの1年ぐらいで3万をとりあえず稼ぎました。ブロガーやってるじゃん、はい、マジで意外な側面でござやしょ。なんでさ、ザコキャラみたいな喋り方なの。あの、いや、そのクラウドファンディングさ、死亡フラグなわけよ、はいはい、大学生が旅費集めるって一番しょうもないクラウドファンディングの定番、ね、たまにね、定番の形で、はい、あのね、僕好んで見て、あ、好んで見てないんですけど、はいはいはい、一応フォローしているツイッターのアカウントで、はい、ゼロ円で終わったクラウドファンディングボットっていうボットが最悪最悪。好んで見てないですけどね、中学そのものが。一応念のためフォローしてるんですけど、はい、その念のためフォローしてるとやっぱしょっちゅう流れてくるんですよね。なんとかな大学生2人がなんとかな旅に出たいみたいなこと言ってるやつ、もうすごいみんな0円で終わるから、はい、失敗しがちだけど、水野さんは上手なリターン考える能力ありましたね。そう、あ、だからそう、あの単にお金出してくださいっていうものがつまんないなってのはめっちゃ思ってて、うん、センスあるな。でその自分が逆にその使えるというか、あと、あ、そうだ、もう一個ねリターンあったわ。ほう、忙しくて本読めない大人がいること知ってたから、ははは、じゃあ僕が選書する以外に、うん、あなたに指定してもらった課題図書があったら代わりに読んで要約して送って返しますもんってやったわ。それちょっと単価上げて、それも売れた。あーすげー、うん、いやセンスあるなー、マーケット見えててずるいな。え、ちょっと自分だけ好感度上げててずるくない、なんか。お前も60円しか稼げなかった話しろよ。まあ、今プロブロガーという職業が抱えてた構造的な問題点、はい、見てきたんですけど、まあ、これがプロブロガーとは何者か、そして最後プロブロガーとはどこへ行くのか、うん、っていうか行ったのか、うん、っていうことを考えると、やっぱ、ね、散々言ったようにそれぞれのプラットフォームに飛んでいったな、はい、っていうのが印象でして、まあ、具体的に YouTube バブルと言われるものが、まあ、2018年とかに来てたんですけど、はいはい、その時期にもうみんな YouTube ばっかやってましたね。大体の人 YouTuber になりました。売れた人は結構いたよ。てかその時期みんなね、チャンネル登録者10万人ぐらいまで行くのよ、はいはい、銀の盾までは行って、その後2年ぐらい経ったらどんどん再生数が下がってきて、いなくなりましたね。難しいよね。次々にだからね、民族大移動してくるんですよ彼らは。個性を出して発信活動しつつお金を稼ぎたいっていうモチベーションだから、媒体は何でもいいんですよ。そうかそうか、なるほどね。だから今熱いプラットフォームにみんな行くんで、その後また TikToker になったりとか、みんないろんな動きをしてますね。そうか、よう考えたら確かにジョーブログさんとかもさ、うん、YouTube でもさ有名だけどさ、うん、名前にも入ってるように思いっきりブログって言ってるもんね。そうだね、ジョーブログさんもともとブログ書いてたわ。ブロガーだよね、だってね、うん、なんだけど YouTuber になりましたね。そうかそうか、そういうケースだよね。そうそうそう、うん、で文章を書くのが好きみたいなレアな人たちは今ノートに大体行ってる気がしますね、うんうん、はいはいはい。だからこのノートすげえなと思って改めて、うん、ノートってさ、今僕が言ってた構造的な問題点を破壊してるんだよね。はいはい。なぜならノートにはまず広告が貼れない。ああ、そうかそうか。 Google AdSense が貼れないので。ああ、そう、大事なところで突然え、私の年収低すぎみたいな。ああ、そうだね、それはないね。やつが挟まることがない。アフィリエイトリンクだけ貼れるよね。貼れます、うんうん、アフィリエイトリンクは貼れるけど、いずれにせよノートもさ、 SEO も手入れようっつっても限界あるから、はい、そんなバリバリのアフィリエーターみたいな人が入ってくる余地もなく、結局ノートって何かっていうと、みんな自分にファンをつけるための個性あふれる文を書くっていうのに最適化されてる。英断ですよね、そもそも Google AdSense を入れないっていうのって。ていうかね、これ初期はめちゃくちゃそれでノート叩かれてたんだよね。へえ、そうなんだ。いや、他のプラットフォームでブログ書いたら Google AdSense 貼れて広告収入になるのに、なんでこんな広告が貼れないところで書くメリットがないじゃんってみんなから言われてた。でも確かにノート読んでて思うけど、うん、広告出ないからありがたい。あれそう、うん、邪魔じゃないじゃんあれ、うん、一般の個人ブログってもう今広告だらけでさ、そうそうそう、読めたもんじゃないなっていうのが多いと思うんだけど、英断です。
いやー、そう思うとノートってすごいな。すごいあれ。でしかも最初に言った問題点、固定ファンがつかないっていう問題もノートでフォローして、なんだかんだみんなそこで回遊して読むっていう環境ができてるから解決してるんですよ。ノートしかもトップページにね、あの、うん、今日すごい読まれてる記事とかも出してくれるからさ、ね、あの瞬間的にすごくいい記事があると分かるじゃないですか、トップページ行くと。あれも大きいよね。プラットフォームの流入もあるっていうことで、うん、ちゃんとファンをつける仕組みも出来上がってるから、めちゃめちゃ考え抜かれてんだな。ノート合ってたな。俺それこそさ、ブログの堀本さんのブログとかも、うん、そのあんま知らない時期とかだとさ、うん、解像度低いからさ、うん、何が違うかよく分かんなくてさ、はいはいはい、なんで現代にもなってまたあんまり流行ってないブログサービス参入したんだろうってめっちゃ思ったの。なんか LINE ブログ閉鎖したでしょあれ確かした、ね、みたいなんで、なんでこの時期に正規はどこにあるんだろうとか思ったんだけど、うん、俺だからあの表層だけ見てさ、うん、記事を有料で買えるプラットフォームだと思ったの。そうだね。はいはいはい。違うね。違います。本質。違います。あの、まさに、プロブロガーという職業の変なところを全部なくして、純粋に分筆でファンをつけよう。じゃあ、Google とやってること一緒やん。一緒っす。YouTube を作って YouTuber という職業を誕生させるのと全く同じことをノートはやってる。だし、だから Google がさ、小手先のテクニックはいいから、いい記事書いてくださいねの方針とノート一緒やん。そうそうそう。前回言った話と全く同じですね。結局、ユーザーが喜ぶいい記事を書こうってなってるんで。で、実際それでユーザーを獲得してるわけですもんね。読者も獲得してるわけですもんね。そういうこと。だから分筆でファンをつけて戦うっていう、本来であればプロブロガーがやりたかったこと。うん、そして結局みんなできずに謎に広告でまみれの記事になっていったのアンチテーゼとして。はぁ。本来プロブロガーがやりたかったことを実現してるのがノートですね。じゃあ、堀本さんノート使ってる時のさ、うん、感覚というか、うん、僕がノートを始めて記事を書くのと、堀本さんがノートを使うの全然見え方違うよね。違いますね。これこれっていう。これが必要だったんだよ俺たちには。でもそれが当時はみんな分かってないから、はい、なんだったら俺もだから叩いてたよね。そういやいやノートなんていらんやろ、広告貼れないんだから。スティーミットだよねやっぱね時代は。スティーミットね、記事書くと仮想通貨がもらえるっていうニッチなブログサービスありましたけど、はい、そういうのがいいなと思ったから、うん、いやいやもう広告貼れないなんて終わりでしょって思ってたんだけど、今改めて全部言語化される状態でこれが欲しかったんだと、我々は欲しかったのはこれだなんでそんなやつ叩いてたんだよ。自意識こじれすぎだろ。いやだから分かってないのよ、うん、ユーザーも理解せずにやっぱ最初は使うじゃない、はい、で改めてしばらく使ってたらこれだったんだ俺たちに必要なのはってなったって感じですね。後から分かった。なるほどね。だからね、もう一個思ったのはノートの偉いところ、ユーザーを信じたことだなと思って、うん、当時のさ Google AdSense 貼れなきゃダメ、つまりクリックされるとお金が入るよっていう広告ってさ、ユーザーがお金を落とさない前提の設計なんですよ、はいはい、ユーザーが1円も払わないから広告をクリックさせるしかないっていう人間不信だよね。まあそうですよね。そして実際ね、無料で読める記事がある中で有料の記事を買うわけがないって結構雑誌とかのさ、みんな言ってたね、ウェブメディアでも文春オンライン以外ほとんどできてないですから、うん、そう言われてましたよ。だからノートも結局そういう理由でくだらんってみんな思ってたんだけど、蓋を開けてみるとやっぱりいい記事が並んでいいユーザー体験で読ませるとみんな投げ銭もするし、うん、有料記事も買うんですよね、うんうん、ノートの流通額今何十億円ってあるでしょ。あ、そうなんだ、うん、とんでもない額でこの間はリリース出してたけど、はい、だからね、ユーザーを信じたことっていう意味でもノート偉かったな。あ、素晴らしいプラットフォームだな。そうですねって思いますね。今回はノートの広告案件となっておりません。あ、おりません。おりませんです。素直に思ってることを言います。まあでもお世話になってますからね、堀本さん、ね、とりわけね。まあただね、あの、いい文章を書くと投げ銭がもらえるっていうノートの信念に合わせて、いい動画を撮ったらノートが広告費を後から投げ銭でくれてもいいんですけどね。いいんですけどね。はい、いいなとは僕は思ってますけどね。僕はいいなと思っただけですね、うん、そうそうそう、でも。ノート社さんも信じていますんで、はい、人間不信になってないんで、後からきっといい仕事がやってきたりするだろうなって思ってます。うん、じゃあ次の話題は何ですか。っていうのが本日言いたかったことでして、うんうん、まあ大きく2点かな。プロブロガーっていう職業、はい、そもそも構想的に大きな問題があって変だったと、はい、どっちで行くんじゃいっていう、ファンをつけるのか SEO で行くのかどっちで行くんじゃいっていうのが結局わからないままだった。なるほどね。そしてそれに終止符を打ったのがそれぞれのプラットフォームでありノートであったっていう話でございました、うん、なるほど。あんまりみんな気づいてなかったんじゃないこの放送。確かにね、ちょろっとブログ書いてクラウドファンディングで黒字化したんでちょっと分かんなかったですけど、うん、そんなこと悩んでらっしゃったんですね。そうですそうです。僕は60円しか稼げないって悩んでましたね。アマチュアですもんね。くそ腹立つ。まあそんなわけで本日喋りたいことは大体終わりました、はい。まあ、あのちょっとね、かなり乱暴に論じた部分があった、試験をかなり乱暴に喋ったんですけど、まあ、評判良ければまたこういうシリーズやっていきたいなと思いますんで、あのね、今回あえて省いた話でオンラインサロンの話があるんで、あ、オンラインサロンとは何だったのか。流行ってた大学生の頃。あのオンラインサロン僕も全盛期3つ入ってましたし、あ、すごいですね。あの僕のブロガー仲間の友人で7つ入ってたと思います。
もう月会費だけで大変なことになってるな。とんでもない額払ってますね。まあ、みたいなことも喋れるんで、ちょっとコメントで反響良ければやりますんで、ぜひ面白かった方は高評価とかね、コメント残してていただけると嬉しいです。はい。あとまあ皆さんのブログやってた思い出をね、はいはいはい、書いてもらえると、水野さんの新しい一面も見えて今面白かったんで、意外とね。皆さんのブログやった発見、バズった発見とかね。はいはい、確かに。逆に全くバズんなくてやめちゃった体験とかも書いていただけると嬉しいです。自分がバズった記事とか貼っといてほしいわ。あ、そうだね、うん。それも嬉しいですね。というわけで、今回も終わりにしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。